どうもこんにちは、なっちでございます。新学期のエリカを使っていきましょう。いや、ありがたいですよね。貴族生たくさん増えましたから。でも逆にさ、貴族生ってこれ以外が希望ないんだよね。まあ、クリスマスでワンチャンぐらいかな。性能としては、なんといってもこれロックがね、10ターン降ってきます。で、しかもこれが10ターンで使えるんで、永遠とロックが降ってくるよっていうやつなんでラクシュミの前で使ったらお邪魔を作られることはありませんし、ガスロとかも大丈夫だよねっていう、なんか使い道は結構ありそうなスキルを持っております。ただ今回九州向こうをねアシストしてますので、使えるのは後半かな。で、すごいのがね、キラーが2つある。で、しかもバランスタイプで7コンボ強化3つにできます。まあその場合はバインド耐性の武器をつけないと厳しいとこもありますけど、それができるんで、なかなか火力としてはね出るんじゃないのかなと。リーダースキル、走破時間は8秒固定ですが、ドラゴンタイプ全パラメーターが2倍、木を6個以上つなげて消すと8倍2コンボ加算と。まさかの列だった。まあ、パリンはないんだけどね、パーティーにパリンはないんだけども、つなげないといけないということがありますし、しかも8秒なんで、まあでもコンボ加算があるから、とりあえずつなげれればって感じかな。頑張りましょう。最近ほんと勝てないんでね今日は勝ちましょうね。よろしくお願いします。なかなかドラゴンタイプっていないんすよね。パーティーが難しかったです。で、使っていけるスキルがアリナちゃんぐらいしかない。あとはエファか。エファもね、追い打ち作れるぐらいで、木6個は多分ないんだよね。追い打ちを作っちゃうっていう関係上ね、むしろ生成されにくいのではっていう説があるんで、とりあえずまあなんか適当につなげとこうぜ。わけわからんパズルやな。追い打ちが一人でしょう。倒せんよね。まあでも体力20万近くありますからね。回復力はいかほどか。キー消すんじゃなかったな。15万、19万。で、コンボ加算入って82万。82万。今回も回復力は大丈夫そうだな。なんか回復力を克服しつつあるよね、最近のパーティーね。消せないドロップ、バインド覚醒無効ぜ。あ、強いじゃん、いいじゃん。ありありあり。ミッキーフレンズありよ。消えちゃう、消えちゃう、消えちゃうキャンディ、消えちゃうキャンディ知ってますか結構あれ好きだったんですけど、最近見ないね。友達の家に行ったら絶対ありましたね。もっと硬いよ、カタカタだよ。ドラゴンキラーになんかすごい特化してるパーティーなんで、これちょっと硬いっすね。しかも木なんで、ここ耐えましょう。変にまた殴って発狂止まりってのがありそうなんで。パリンないから別にさ、こうやって消す必要ないんだけど、やっぱりこう消しちゃうよね。もうなんか繋げて消すのはこう消すもんだと体に染み付いてるよね。よいしょ。で、今回もスサノオさんには頑張ってもらいます。まあ、こんだけね、キラーがあるし、コンボ強化もあるんで、シェリングフォード使ったら今回は倒せると信じたいんだけど、今日もまたね、あの問題が発生しております。木の生成ですね。出ました。今日もやってまいりました。木の生成がコットンと、まあ、アリナちゃんぐらいしかできないんで、まあ、エファが1コンボは作ってくれるとしてもね、忙しかったな今。なので今回も木の生成で苦戦するかもしれませんと。かもじゃないですね、多分しますね。ただ最近坂道くんをつけてきて、なんか逆に自分にね、なんか災いが降りかかってるんで、今回は坂道くんはありません。というかつける枠がないです。ダブルスラッシュ、ダブルスラッシュってなんかさ、シルク使ってこんかった？エアスラッシュだっけ、違ったっけ？エアスラッシュだっけ？エアスラッシュな気がしてきたな。いや、いいね。つなげさえすれば、なんか適当なコンボでも大丈夫っていうのが、まあ、ちゃんと組んだ方がいいんでしょうけど。今、闇消えとったら危なかったんじゃね？ちょっと怖かったですね。遅延はどんどんやっちゃってください。で、ちゃっかりスキブがね、たくさんあるんで、エリカ3つ持ってたりするんで間に合わない。
吸収無効もたまりそうですね。シェリングフォードが17ってのがやばい。17は遠い。さすがに。それは世界の塔の。落ち込んなしが入りましたが、コンバカさんの前では、そんなものは意味がありません。意味がないんです。ちなみにこのパーティー、ティターニアも意味がありません。アサゼルが来いと言ってるわけではありませんが、まあティターニアもね、どうせコンバカさんでやっていけるだろうし、まあ延長されてもな、みたいな。最初セリカ入っとったんですよ。危なかったよね。またこいつ編成ミスを犯しそうでしたよ。なんで延長意味ないのにセリカ入ってるんですかって言われちゃうからね。もうなんかね、一回ね、誰かにね、パーティー見てもらってからね、動画撮った方がいいんじゃないのみたいな、あるよね。このパーティーで本当に大丈夫かなって。確認役が欲しい。それぐらい自分に自信がない、最近。なんか普通にプレイしてるつもりだけど、このゲームについていけてないか。おー、ポンポンポン。闇耐性を僕は振った記憶があったんですけど、振ってなかったようですね。闇耐性が振られてるスサノオもいたはずなんですけどね。スサノオの無効貫通いらないんで、あれにしていい。チーム HP にしていい。このチーム HP が世界を変えるみたいな可能性あるからさ。7コンでもいいんだけどね、別に。戻ってきちゃったね。HP で。ナイス。5択で3回目は全然あり。エファにでもつけておきましょう。遅延いらんよな。闇耐性が必要なんすよね。あいつが割合してくるもんでよ。よよ。ここね。しげしげじゃない。しげしげは舐めすぎ。ということはさ、このパーティーはさ、ハマルちゃん？ハマルちゃんもしかして無効化できる？ロックさえ貼っとけば。そういうことだよね。覚醒無効とか関係ないよね。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。危ない。これでもいけんのがすごいわ。多分いけるよね。覚醒無効。覚醒じゃないしな。おい、ふざけるなよ。マジでふざけるなよ。本当に。本当に。割合だったよね、確かね。オン。オンだけど、これはもういい。追い打ちだけで倒す。あえてこれでいく。怖いな、闇ドロップさん。どうしてそんなに降ってくるの？これ、猛毒膨張でいっちゃうよね。スサノ貼っても意味ないしな。どうしよ。とりあえずエファ使って回復出すわ。気持ちね。あ、でも、木がないね。アリナちゃんも使っていいと思いますか？僕はいいと思います。僕はいいと思います。使います。二コンボはもったいないんで取っときましょう。まあ、なんかすごく消えそうですが。はい、消えた。はい、盤面やばい。やばい。これはやばいよ。木をつなげればコンボ加算が入るわけだけど、それも、とりあえず、軽減な。ロックガイジャーあるから、ジャリューでもよかったかもね。どこまで相殺できるかですよ、これを。思い切って消してみた。思い切って消してみた。思い切って消してみたけど余裕で回復間に合った。なんでこんな闇降ってくる、マジで。なんや？なんなんや、マジで。オーフェン？オーフェンがいる？どっかにオーフェンいる？これ。隠れオーフェンがいるよね。よし。毒を消しながら倒してやりましょう。いや、すごいな。全パラって偉大ですね。全パラにこの回復強化が入ったらもうこんなにもね、安定するんですね。素晴らしい。さあ、誰とチェンジだ。てか、スサノオ貼っときゃさっき知らんかったんだよって話だよね。
多色とか言ってますけど水だけないんですね。水難しいことを言うね。回復つなげながらさらに多色鉄器もつなげろと。なるほど、面白い。トン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 。まあまあまあ、ここ一回耐えさしてですよ。耐えさしてからのここでドンですよ。あ、強いんですね。さすがに木がないのはダメだったらしい。コットン使うか。コットン使っちゃいます。ね、コットンがいいんすよ。コットン使ってもコンボカさんのおかげで落ち込んなしが気になんないし、このハイペースで木を作っていけますから。コットンありなでどんどん木を作っていくっていう戦法でやっていきたいと思います。それ考えてこのパーティーにしたんじゃねえのかよって話ではありますが、待ってよ、回復は絶対にしておけ。で、悪魔に対して意外と火力出ないんだよね。ドラゴンキラーに特化しすぎてさ。このダンジョンって結局後半はドラゴンじゃん。悪魔でもあるけどドラゴンでもあるじゃん。レーダー流考えたらドラゴンの方がいいじゃん。まあ僕の場合あいつしか出ないんですけど今回もあいつが来るとちょっと厳しい戦いになるかもしれません。頼むぜ、マジ。あいつが来ることを前提になんか、毒目覚め対策はね、あそこまで取っとくべきなのかとか考えちゃいますからね。1.2 倍に上昇。ああ。ぶん投げ困るんだよな。しかもなぜかいつもエファなんだよな。相性悪すなんだって、それは。まあ一応倍率は出せたものの、これが5ターンも続くとは僕は思えんのですよ。コットン消しちゃうしね。そうだよ、コットン消しちゃうんだよ。困った。ここでちょっと耐久しましょうか。ありよね。一旦こうして。で、覚醒無効とかはできれば受けたくないので、この次は突破したいんですけど、まあ、バロンはバロンで怖いしな。マンティだったら楽だったんだろうな。スサノを使う。スサノを使い、こういうなんか舐め腐ったコンボで耐える。スキル封印は大丈夫。昨日のパーティーじゃないんでね、封印は大丈夫です。で、こうして、ここ耐えれるかな？ちょっと怖いよね。5万。同じことをしてくると私は読んだ。火消えたけど大丈夫これ。さすがに大丈夫か。だらしねえ。よし。でも、追い打ち分がないので、結局みたいな。コットン使うか。おとなしく。溜まっちゃうしね。ドクターユーロも溜まっちゃう。困った。まあまあでも、覚醒無効解除としては、変わんないからいいか。これも溜まっちゃう。どうしよう。あらゆるものが溜まっちゃう。ってことで、殺しちゃうぞを使ってからコットンで、追い打ち分も作ります。トイちゃん突進が優秀だ。バーリス出てます？これ。出てないよね。アホなんじゃないの？マジで。だから引退しろって言っとるんやって。おい、待て、これどうする？本当にどうする？これってどうなってしまうの？あ、それが来るんだ。で、もしかして？あ、そういう感じ？なるほどね。まあまあ、ここは多分つなげずにコンボをすればいけるんでしょうけど、問題は次よね。次のあのバロン野郎が何をしてくるかよね。いや、本当にね、マジでありえん。ゲームシステムじゃなくても自分の才能にありえん。あ、そんだけで済むんだ。優しいんだ。なんか無言10万とかじゃないんだ。
このゲームだったらありますからね、余裕でありそうですからね、無言10万とか。じゃあなんとか最悪の状況は逃れたと、なんならむしろ覚醒無効受けなかったっていうね、そう考えましょう。アリナちゃん使っときたいな、ハマルちゃんで使いたい、来なくても使いたい。アリナちゃんはちょっと寄生生として頑張ってもらわんといかんので、でここも多分ワンパンはできないと思うんですよ、おそらくね。そんな火力が出るとは思えないので、あでもバランスタイプか、バランスキラーはあるぞ。どうなんだお主、バランスのみいける。オッケー、バランスキラー活躍しました。キラキラ光るたまたま、光るたまたまはまあ耐えれるでしょう、このパーティーならば。そろそろエリカを使ってみたいよ。でもさ、エリカ使ったらさ、自分たちもさ、ちょっとね、困るよね。生成できなくて。どうすんのこれ。どうやって使うのが正解なの？リーダーとしては何？目覚め前提みたいな感じだよね。じゃあ、ハマルちゃんはちょっとやってみていい？でも。後悔するかもしれんけど、やってみていい？これは試してみたいわ。でもあれか。全部消さんといかんのか。ロックが降ってくると言っても。そういうことだよね。まあ、とりあえずやってみよう。ちょっと、さすがにこれを使わず終わるのは、威嚇。威嚇。威嚇で全て解決した件について。あ、ロックだね。これはただりーな。ちょいちょいロックじゃないのもあるけど、ロックじゃないなーってのもあるけど、まあ、とりあえず受けてみようぜ。一旦。なるほどね。まあ、結局弾くんですけどね、覚醒無効終わってるんで。ちょっと不完全燃焼感ありますけど。いやー、これどうするマジ。変換されないとは言ってもさ、されないとは言ってもだよ。なんか溜まっとるし、またこれ。溜まるんだってすぐ。目を離すと。使いたいじゃん、ここで。とりあえず、シャーマンキングのやつ使います。レファが覚醒無効解除してくれるんで、これはもう使っとく。あなたには生成をしてもらわんと困ります。いや、コンボ加算あるからね、バースはね、多分これ余裕よ。何も気にならず倒せるよ。木が降ってきさえすればの話ですけど。まあ、ただ落ち込んなしは念のため消しておきたいので、コットン待ち。ただそのコットンもそのレーダー流とかで変換ついでに消すぐらいの気持ちで使いたい。ここで使っちゃうともったいないからね。よっこらしょい。はい、半分切りました。木が足りません。水になりました。水になる、これも食らわないんですよ。これは強いんだよ。変換何もね、食らわないのは非常に魅力的ではあるんですけど、自分たちも生成できないの困るよねって話。闇に戻っていただいた方がありがたいです。未だにスカーレットの短縮受けた判定なんだね。おもろいね。さあ、これでいけるでしょうか。2コンボしてしまいましたが、まあ1億はね、そう出ないわね。よし、来ましたよ。ここまで来ましたよ。なんだお前は。珍しいな。こいつはなんか耐えた方がいいんだよね、3ターン。そうだよね。3ターン耐えで、スサノオが次溜まっちゃうんで、次使います。なんかね、HP 固定とかしてきたんじゃなかったっけ。ただ回復力には自信があります。スキルターンだけ確認しながら。覚醒無効が飛んでくる。これ解除していいのかな？ま、多分ないよね。この先受けること。ヨグぐらいだよね。いいわ。使っちゃうわ。で、スサル。で、もったいないけど木はちょっと今は消さずにね、繋げて。消さずに耐えときます。安全に行きましょう。お前はちなみに、回復ドラゴン。回復か。見た目通りやな。
スポーン。あれ固定してこなかったっけ、最後の最後でしてくるパターン、盾剥がれたからいけるかなみたいな時にやってくるパターン。やってきたー、5万2固定。しかし回復力に自信がある我々、怖くないぜ。じゃあ、つながる、つながる、つながる。怖い怖い怖い。てか根性を外さないといけないじゃん、根性を外さないといけない。回復ないのマジさ、勘弁してくれよ。ここで回復ないのはさ、コットン案件じゃん。持ち込んだしないのに。で、ここで変にさ、無効貫通っていうかシェリング砲とか使うと、厄介なことになりそうなんで、とりあえず今は回復を優先。根性外すよ、根性外すよ。根性が全然外れません。すごごごごごーんとか言うもん。怖いですね。5万に固定してそっから5万以上のダメージを与えてくるなんていうね、頭のおかしい AI はしてないと分かっていても怖いですね。 L 字が入りました。ちなみになんか自分のね、やったロックの目覚めは消えないらしい。 L 字が降ってきてもね。怖いやんこれ。ちょ、解除しとくわ一応。なんか相手の策にはまってる気がする。早く突破しないとこれあれだよね、これどんどんその覚醒無効の連続に襲われ、いつしかは解除できなくなり死亡ありえますよ。根性が外れていく。どう、気持ち的に2コンボ欲しいと思う？欲しいよね多分。一列だけでいけるような甘いキャラクターではないと思うんですけど、覚醒無効が飛んできてからではもう遅いわけですよ。行くべきなのか、行くべきなのか。さては、あんだけねゴン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 言ってるんだからいけるんじゃねとかいうわけのわからん発想。しかもヘイストが入るからこれ使えば。よし、どっちか使うのありやな。アリナちゃん使うのあり、ありな。でもクトゥグアとかのことを考えた方がいいよね、火力的にはね。ここを倒せんようではダメということですよ。行きます。結局こう消しちゃって、悪くない悪くない悪くないよ。あー、すごく悪くない、非常にいい。謎の落ち込み非常にいい。よし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 、アリエン落ち込んが来ましたね、今ね。そうそう、こういうやつが来ることを考えて、やはりコットンは取っておきたかった。回復生成、寄生成は大事です。エファラとね、木を6個作らん可能性がありますからね。了解です。行きましょう。これはもう全部繋げるしかないよね、木はね。そんなこともなかったかもしれんけど、まあ、これで行きます。いや、こいつに限って耐えるなんてことはない。よし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 。久々の勝利あるで。あるでこれ。クットゥね。クットゥ、待て待て待て。いや、待てと思ったけど、待てと思ったけど、待って、エファってさ、そういうことか。エファが6つ作ること祈るしかないんだこれ。何をしたかったかっていうと、エファからのアリナちゃんで木を作りつつも追い打ち分って思ったんだけど、これ多分右端以外には作らんってことよね。エファ6つ作らんやろ、それはそれは作らんやろ。困りましたね。どうする、どうする、どうする。信じるしかないよな、とりあえずは一旦はな。いきます、せいや。そうなりますよね。じゃあ次の段階です、せいや。これであの落ち込んを待つっていうあれをやります。この後に及んであのチャレンジをしないといけない状況が来てしまいました。やるしかねえだろ。
まあ適当に光かなんか挟んでね、行きたいと思います。スサノはまだ使わない。倒せないこと前提。行きまーす。こんな感じで光あたり挟んどいて。こんなんでいいんじゃね？降ってこい！頼む！なんだ？なんか全然減らんかったけど、なんか全然減らんかったのはなんや？またなんかこの人やらかしとった？まあでもね、結果的にダメでしたから、火力足りてても回復される未来でしたから、これはどうしたもんかね。無効貫通は可能な限り減らしてしまった。なんなら減らしてしまった。私は待てよ。とりあえずこれ使ってさ、花火を受けようぜ。まあ、花火を受けたところで自分たちももうどうしようもなくなるんですけどね。お前の方が一枚上手だったよ。やるではないか。いや、むしろちょっと後悔してたからいいよ。花火受けるがために10ターンもロックする必要ねえよなって思いつつあったから、むしろ助かったかもしれんけど、状況は何も変わっていない。とりあえずまあ半分までやるでしょう。半分までやって、アリナコットンとかでいけるかどうかみたいな戦いよね。半分なりました。耐えます。やばいよね。結局やっぱやばいんだよね。スサノで、ここはスサノで耐えていくスタイル。耐えれるかは知らんが、スサノで耐えていくスタイル。耐えていく！アリナコットン。コットンはちなみに、火大きいね。火大きい。もう1コンボ欲しかったなぁ。ちょっともうちょっと粘ろうか、盤面。でもあんまり減らすとこいつもさ、発狂があるんでしょ、どうせ。本当のギリギリはきっと回復なんだろうけど、それの直前はきっと発狂なんでしょう。それだけは避けたいので、あ、なんかすごい火が多いんでここで行きましょう。はい、行きます。私は行きます。信じます。無効貫通があるのはアリナちゃんの1個、そして以上となります。それは無理だろう。それは無理なちゃんだろう。さすがのアリナちゃんもそれは無理なちゃんだろう。いきまーす。光で、回復で、はい。逆に言えばまだ希望があるってことやな。まだ終わってねえってことやな、これな。そういうことだよな。いや、普通に殴った方がいい説もちょっと出てきたよ、今のヘリを見る感じ。みんなでほどほどに殴った方がこれいい火力出るんじゃねえか説あるけど、やっぱドラキュラが尖ってる部分がありますからね。ちょいちょいそううまくはいかないんでしょうね。おー、まあ、惜しかった。惜しかったと言いたい。あ、生きている。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。際どいぜ。いけそうでいけないぜ。シリングフォード帰ってくるまで耐久か？ほら、なんかこれの方が減ってない？体感。みんなで殴った方がさ、減ってない？みんなで行く？じゃあ、もう、その作戦で行きまする？無効貫通で火力特化させるよりかはさ、みんなで、ね、殴って、死ぬときはみんな一緒だっていう、そういう気持ちで行きましょうか。
あと2発だから打ち込めばいいと思うんですよ。これでちょうどいい感じになって、おお、まだ発狂してないもんね。2コンボはやばいやろ、さすがに。だここでコットン使って落ち込んないぐらいがちょうどいいと、私は信じます。スサノも貼っておきます。はい、これでいきましょう。何が何でもきっとこれが最後でしょう。これがきっと最後のパズルになるでしょう。いやでもまだ P がいるわ。勝ったらまだあります。はいはい、もう何も言うことはない。ただ祈るのみ。お願いします、お願いします。いけたー、いけたー。意外となんとかなるんやな。意外とあいつ無効貫通なくてもなんとかなるんやな。こんだけね、キラーが分散してるパーティーでなんとかなるってことは、相当なんとかなるよね。まさかの P スロットは大当たり。全部闇 P と。いやー、勝てましたよ。いろいろありましたけど勝てましたよ。長い戦いではありましたが。てか全然使えてないこれ。攻略には向いてないよね、まずね。いや、ガスロ来るから、ラクシュミー来るからっていうその読みで張るのはありだけど、10ターンが長え。なんなら自分で解除できた方が使いやすいかもしれん、これ。と思いました。ただリーダースキルとね、覚醒は非常に優秀なので、特に覚醒は後々これ、あ、持っとけよかったってね、なるパターンかもしれませんし、スキルもね、なかなか優秀というか、特別なスキルではありますから。交換できない点には注意して、ぜひ狙ってみてください。以上、ナッツでございました。バイバイ。